うるさ。今何時だよ。目覚まし鳴るの早いでしょ。スマホ。あった。スマホくん、静かにして。ていうか、アラームいつもと違くない？アラームオフ。ってこの音、目覚ましじゃなくて電話か。おはよう、ロア。やっと出てくれたな。なんだ、レイか。レイくらいだもんな、こんな朝っぱらからかけてくるのは。ロア？はい、ロアです。今日もレイさんはいい声だ。おい、起きろ。まだ起きたくないです。電話取るだけ取って寝た。寝てない、起きてる。起きたくないだけ。嘘だ、寝てるだろその声は。起きてるって。いや、まだ頭の 5% ぐらいしか起きてないな。あ、ロアの好きなバンドテレビで生歌披露してる。え、嘘、明日だと思ってた。そんなこんなで俺はレイからのモーニングコールに起こされた。それじゃあ1分後？ああ、1分後に。わかった。1分。1分だけ寝る。あ、ロア。という冗談は置いておいて、レイさん、こっち来て俺がまだ寝てたら絶対怒るよね。起きるか。それにしても服出しすぎた。後で片付けよう。石鹸をよく泡立ててっと。音楽イベントのステージなら初めましてのお客さんもきっと多いからね。キラッキラのロア君で行かないと。よし、こんなもんか。パー！すっきり！完全完璧に目覚めた！しゃあ、気合い入れていくぞ！ロア？お、来た来た。おはよう、レイ。おはよう、ロア。その顔はすっかり目が覚めたみたいだな。相変わらず起きるまでダラダラする割に、一度スイッチ入ったらシャキシャキだな。そりゃあね、バッチリ顔も洗ったし。キラキラ王子の降臨です。バッチリって、ちゃんとタオルで拭いてから言いなさい。髪が濡れてる。夏だからすぐ乾くよ。男前と言うべきか、大雑把と言うべきか、その前に部屋がびしょびしょになるだろ。ほら、床にたくさん水滴が落ちてる。好き川ママが厳しい。好き川ママ？ねえ、お母さんみたいだからさ。朝起こしてくれるし、ダメなところは叱ってくれるし、仕事に行く準備も手伝ってくれる。はいはい、手伝いますよ、わがまま王子。キラキラ王子だってば。これからも頼りにしてます。調子がいいな。次からお金取ろうかな。そうだな、1回1000円。1000円は高っ。いや、高くもないか。例のモーニングコールが1回1000円なら予約が殺到する。寮内でモーニングコール授業でも始めようかな。でもロアみたいに寝起きが悪い人ばっかりだと少し困るな。モーニングコール渋滞させちゃうもんね。電話で何分も話した上に結局部屋まで来てるんだからな。いやー、グーの音も出ません。あ、そうだ、
ここに来る前に月山くんから電話があって1時間後に迎えに来るって。1時間後？おお、のんびりはしていられないね。だな、急ごう。で、着る服は決まったんだよな。そうそう、服じゃじゃーん、これにしたんだ。おお。上はこの T シャツで、下はそこにかけてあるスタッツ入りのジーンズ。これにブルーのサマージャケットを合わせれば、どう？完璧でしょ？あ、似合ってる。よし、後で写真撮って SNS にあげよう。そこまでする時間があるといいな。そうだれ、この T シャツ覚えてる？この前一緒に表参道に行った時買ったやつだよ。あれ、そうだったか？覚えてないの？まあ、あの時はれ、今日発売の本を買うって言ってそっちに夢中だったもんね。なんだっけ、辞典みたいなやつ。辞典じゃない、辞典みたいに分厚かったけど海外文学の本だよ。海外文学の本は貴重なんだぞ。文学史に残るくらいの作品じゃないとなかなか日本語の翻訳本は出ない。へえ。って今はこんな話をしてる場合じゃない。お前も口じゃなくて手を動かしなさい。はーい。ロアは着替えててくれ。その間に俺はロアの朝飯を作っておく。キッチン借りるぞ。え、食材は？うちのキッチンから持ってきた。おお、さすがれ。あ、この卵はポーチドエッグにしたよ。パンに乗っけて食べたい。了解。あ、キッチンにお酢はあるっけ？お酢？何に使うの？茹でる時のお湯に入れるんだよ。へえ。リンゴ酢じゃダメ？ハムエッグに変更だ。ちゃあ。いただきます。簡単なもので悪いけど。何言ってんの、完璧な朝食だよ。暑くなるだろうし、ちゃんとスタミナつけとかないとだもんね。はあ、いい相棒を持ったものだ。感謝感謝。相棒というよりこれじゃまるで親子だな。ついでに朝食を食べながら例の鼻歌も堪能したいところ。もはやディナーショーだな。ディナーじゃないけど。モーニングショー？ほんと、俺がいない時はどうしてたんだか。なあ、今日の進行台本こんなとこに置いて忘れるぞ。バッグこれでいいか？うん。いや、そこの黒いやつ、ソファーの上にある。ああ、これか。台本バッグに入れとくな。至れり尽くせり、ありがとね。あとこのボールペンと手帳も入れとく。他に必要なものは？多分大丈夫。なんかあったらきっとレイが貸してくれる。おい、うーそ、ほんと助かる、ありがとう。ごちそうさま。美味しかった。食べ終わったな。あと10分。歯磨きしてくる。こーら、そんなところでパンの粉払わない。本当に世話の焼ける。ごめん、レイには感謝してます。ああ、貸しにしておく。レイへの貸しが溜まっていく一方。貸し、どうやって回収するかな？なんか俺にしてほしいこととかないの？ないよ。プライベートではロアの世話を焼くことが多いけど、仕事では俺の方が助けられてるから。え？そう？ああ、いつもロアが明るく盛り上げてくれたり気持ちを汲み取ってくれたりするから、俺はクール担当でいられる。ロアがいなきゃただの口下手の男だよ。いやいや、レイだっていろんな雑学知ってて引き出し多いじゃん。知ってることなら話せるけど、たまに変な方向に俺だけ盛り上がったりして、そういう時にツッコミを入れて和ませてくれるのは大抵ロアだ。あらやだ、俺まだ夢の中にいるのかしら。はい、これだけ褒めたんだから残りの準備は頑張れ。歯磨き終わり。とりあえず準備完了かな。
迎えの車を待つだけだね。だな。今日のイベント頑張ろう。ステージで輝くロアを見るのが楽しみだ。その期待に応えられるように頑張ります。俺もロアに負けないように頑張るよ。じゃあほい。最高のインフィニを会場のお客さんたちに見せに行こうぜ。かっこよく決めてるところ悪いけど手濡れてるぞ。うわ、閉まらない。月山くんそろそろ来るかな。ロアの部屋に行くって言っておいたからまっすぐここへ来るはずだ。お、噂をすれば。じゃあ行こうか。行こう。今日も一日よろしくな。